ラス張りの秋田ポートタワーセリオンにいるよ。風力発電がぐるぐるしててなんか素晴らしい場所ですよね。華やかな景色の割に寂しい雰囲気ですけどね。平日の午前中ですから。でも中は飯パラダイスなのです。道の駅でもありますからね。休日とかお昼時は混むのかね。秋田県が買い取ってからも結構頑張ってるみたいですよ。どこに向かってるんですか。どうせ自販機チェックですよ。積んだもん。そんなにアイス食べたら腹下しますよ。僕は君たちとは違うのです。釣り吉さんって久しぶりに見たな。一時期教育委員会が大好きだったのかよく学校絡みで登場しましたが、名前がややこしいですからね。あっこの配信懐かしいですね。北東北限定ですって。やっぱり東北にも北と南があるんですね。液体よりも固形です。なんか航空音の調子が悪いね。アンドロイドだからじゃないですか。昔と比べるとだいぶ感度良くなりましたけどね。ずんだはずっと変な機種使ってるからってのもありますよ。また面白そうな自販機があるよ。飯の匂いが微妙にします。秋田のお土産が雑に入ってますね。一応焼き飯も入ってるけど最近謎のお土産多いよね。ババエラソフトって何ですかね。魔法少女の呪文じゃないですか。40年前のアニメかよ。バラのようにヘラで盛り付けをするアイスのソフトクリーム版なのです。バラエラの良さがなくなってません。ねるねるねるね味のグミみたいなね。アイスの売り方の問題で秋田県内では販売できないんですよね。うどんそば自販機グッズ。え、小賀半島まで行かずともここにあるんですか。さっき全部食べました。どうやら隣のセリオンディスタにあるそうですよ。これは知らなかったね。なんかできそこないの植物園みたいな感じですね。雨が多い秋田なので全天候型の広場なのだと思います。あ、マジでうどんそば自販機がある。これ本当の秋田港にあった有名な自販機を移設したんだね。かつては寒い屋外に置いてあった自販機なのです。しかも2台もある。これ20年ぐらい前は数箇所しかないって言われてたけど実際めちゃくちゃあったね。これぞ情報化社会の実力ですよ。青い方が全部食べちゃったのと販売時間前なので断念したんですね。グルメ旅なのに絶品なのです。吉田晃生選手推しですね。ちなみに現在稼働中の筐体はこれで右にあるのはかつて稼働してた筐体らしいよ。もちろん新造してないので世代的にはさほど変わらないと思いますが。でもここで食べられるのなら営業時間中は大人気でしょうね。自販機グルメもだいぶポップになりましたよね。全部の駅に設置してほしいのです。埼玉や東京の駅にはだいたいお蕎麦屋さん入ってますけどね。厳しい環境で稼働してた筐体だから結構傷んでるね。雨風もそうですが雪や潮風に耐えてる場所の割にはよく生き残りましたね。ましてや内部も高速湯切りやお露が飛び散る構造ですしね。調子が悪いと露が溢れるんですよね。よだれが止まりません。滑り台で豪快に滑ってバズりましょうよ。2023年だよ。美鈴学園かな。言うと思った。怒涛の合格。おなじみの CM ですが思いっきり関東ローカルですよ。世界に発信する YouTube なのに世界が狭すぎるのです。ずんだですからしょうがないですよ。大道の子育て支援自販機も増えてきたね。いつまで自販機見てんだ不審者。何を飲みましょうかね。ジョージア、テイスティーからいっか。やっぱりね、長旅と言ったらテイスティーですよね。そんなん初めて聞きましたよ。意外と濃いめの味わいなんですよね。濃いめで、うん、ずっしりした苦味があって、で甘みも濃いですね。あんまりミルク感はないんですけど、ただまあ水っぽいかと言われると全然そんなことはなくて、しっかりとした苦味と甘みがあって、まあ、濃い、まあ水感っていうか、まあほどほどの厚みはあるんで、後味のキレも良くてどう思います。以上です。行きましょう。それじゃあ小賀半島を目指そうか。まだまだ午前中ですが、小賀半島って遠いんですね。そりゃ山形から出発してますからね。小賀半島グルメが楽しみです。今のところ思いっきり工業地帯を走ってますけどね。実はすでに小賀半島の入り口と言っても過言ではない膨らみを走行してるんだけど、思ってたのとちょっと違うね。
地図を見ると錯覚しますが、半島と名が付くだけあってかなり広大みたいですよ。この交通量の多さが広さを物語ってますね。そしてどこを走っていても見える工場と風力発電。ただ知ってないと混乱する道ですね。対向車が来ないと分かってても怖いですね。右側にあるのが秋田火力発電所だけど、風力発電もレースゲームみたいだね。不思議風遣いってそういう話でしたね。よく分かりませんが、ドラえもんの話ですか？全体的にスネ夫の話だよ。ありかし早めに泣ける展開なんですけど、終盤が結構小難しいんですよね。映像は綺麗でしたね。止める人がいないとこのままドラえもんで動画が終わっちゃうんですよ。ドラえもんの漫画に出てくる食べ物が美味しそうでお腹が空きます。わかるわ。まあドラえもんのゲーム動画を上げてる時はずっとゲームそっちのけでドラえもんの話してましたからね。尾が半島とドラえもんは関係ないですから。途中オービスがついてるぐらいまっすぐな道でしたね。飯の気配がするのでずっと左車線を走ってくらはい。この時点でそんなに時間がないって言ってますよ。誰だよこんな予定組んだのは。たまにそういう都合のいい逆ギレをする人いますよね。自分がされた嫌なことを人にやっちゃダメですよ。それは相当まっすぐ過ぎやしませんかね。一体どの辺を走ってるのかわからないのです。そもそもさっきうどんそば自販機を見たので、別に男鹿半島に行く必要もないのでは。せっかくだから綺麗な海が見たいじゃん。なんかスポットがあるんですか？生ハゲだ。生ハゲですね。納豆ラーメン食べたいです。なんでだよ。道路が傷んできてるのは雪が降る場所の特徴だね。融雪装置はないんですね。秋田の人たちは雪道に慣れてますから。素晴らしいですね。雪を見ながらラーメンをすすりたいです。おかしいぞ、なんか景色が浮かんできますな。せっかくだから男鹿半島で海鮮丼でも食べようか。まあここまで来たらラーメンよりも海鮮の口ですよね。海鮮も食べます。私たちは海鮮丼で終わりそうですね。昼間のショート動画の時みたいに泣きながら食べてくださいよ。助けて。それは相当いい感じに晴れてきましたね。日頃の行いだよ。だとすると悪いからいつも天候悪いんじゃないですか。墓穴を掘ってしまった。少なくともあと10分ぐらいは安泰ですね。信用されてないな。アンナもハゲに飲み込まれますよ。僕も食べたいです。マリオ USA みたいだな。およそ2キロ先、砂川港日暮れ、左方向です。トンネルを越えたら急に海の香りがしてきましたね。久しぶりに海を見た気がします。ようやく半島感が出てきましたね。ラーメン屋さんがあれば入りましょう。一応自販機そばに目的地を設定してるんですよね。あれぐらいの量ならギリギリお昼ご飯に響かないかなって思ってね。自分の胃袋を過信してません？照り焼きマックバーガーセットでお腹いっぱいになる人種ですよ。全人類が私たちぐらいの胃袋だったら食料問題は解決しそうですね。人生の半分以上を損してます。合ってた。人生の半分以上を損してるハラスメント。もはや何でもハラスメント時代だからね。ずんだも気をつけないと、生きてるだけで歩くハラスメントになりますよ。前の会社だとそんな感じだったからな。誰でもどこでも止めてよいはずの駐車場でずんださんだけ一番遠いところに止めるように決められてましたからね。それは多分ずんだが悪いんじゃないですか。何をやっても許される人がいる一方で、私は皆に嫌われる体質なのだ。ずんだじゃなくてよかったです。そしてまた変な道走り出しましたが、この先は秋田石油備蓄基地みたいだね。この動画ってやたら石油備蓄基地出てきません？それだけ石油は重要な資源なんですよ。ここは国が管理してるみたいですよ。石油じゃお腹が膨れません。そういう問題じゃないんですけどね。あんまりこの道を進んで何かあるような感じがしないですね。およそ100メートル先、目的地付近です。ってことで着いたよ。目的地付近です。音声案内を終了します。お疲れ様でした。この後の天気は晴れ時々雨、降水確率 40% です。この先右方向のカーブがあります。おい、人見知りを出すな。指導です。ちょっと食べる気分だったのに。この先左方向のカーブがあります。およそ300メートル先、右方向です。その先およそ100メートルで直進です。右方向です。およ
そ100メートル先、直進です。その先、およそ1キロです。およそ1キロ先、直進です。ナビタイムさんが大混乱してますが、どうするんですか？なんかこの日は自販機運が悪いな。運じゃなくて米商が出てるだけなんですよ。おそらくナビタイムさんは悪くない。ただ不本意なナビタイムさんが変なところに連れて行こうとしてる気配がありますね。この先にきっと男鹿半島グルメが広がってるんですよ。せっかくなのでそこだけは期待したいですね。今日は悪かったから、お昼ご飯はマップルに乗ってる美味しそうな海鮮丼を奮発しようかね。おっそれは楽しみですね。今度は米商が出なければいいですが。ずんだだからな。確かにちょっと前の私だったら普通にマクドナルドに直行してたね。マクドナルドを悪く言わないでください。かつてのずんだはシステムのわからない店に入れませんでしたから。未だにコールをするタイプのラーメン屋には近づかないけどね。あそこは一元さんお断りというか、お店がお客さんを選ぶお店ですからね。ちょっと景色を眺めたいです。車酔いですか？そんなに酔うような運転はしてないつもりだよ。飯だ飯だ。とても飯があるようには見えませんけどね。確かに綺麗な渚だけど、日本の渚百選なんてあったんだね。かつて百選ブームでもあったんですかね。まあちょっと寄る予定はなかったんですけど、日本の渚百選っていうところがあったんで、そこにちょっと行ってみましたっていう感じですね。何が根拠で選ばれてるのか分かんない。でも美しい景色ですね。間違えてもキャッキャウフフしながら走る場所じゃないですよ。リア充爆発しろ。リア充というかカップルというか。そんなアベックを祝福する鐘みたいなのもあるよ。アベックとか昭和50年代かよ。鐘じゃなくて照明では。きっと夜はものすごく寂しい場所になりそうですね。夕焼けまでが限界ですかね。後の渚のシンドバッドである。そういう意味での今何時じゃないんですよ。渚のシンドバッドとか昭和52年だよ。足元気をつけてくださいね。昭和生まれですからね。昭和62年だけどな。50年代じゃないのかよ。50年代に何があったんですか？町中華全盛期です。別にこけてはいないんだけどね。普通に地面取りたかっただけですよね。写真学校の頃は普通に都市部でそれやってましたよね。普通に不審者ですよ。写真学校って感覚麻痺するからね。それにしても海の透明度が高いですね。秋田港よりも全然綺麗ですね。写真学校卒なのに平気で傾いてますよ。ずんださんは信じられないぐらいが札で大雑把ですから。この動画シリーズを見ている方々はよく知ってると思いますよ。細かい仕事ができたら今頃ご飯食べられてたよ。まずちゃんと三脚立てましょうよ。大きい三脚をお車に積んでるのにプレートがないので装着できないそうですよ。指導です。さて次回は飯ですか？飯もそうだし先に進みたいね。今回はここまでですね。ご視聴ありがとうございます。次回もまた見てくださいね。まだまだ続くよ。楽しみに待っててね。またね。